皆さんこんにちは、じまです。 今回の動画はですね、新しい Z シリーズの噂が結構ですね、ちらほら出てきている中で、まあ、現状ある Z シリーズを復習して、どういった機種がリリースされているのか、どういった特徴があって、逆にどういった改善点が見込まれるのかっていったところをですね、お話ししていこうかなと思います。このチャンネルではですね、撮影技術、ビジネス、ライフシフトについて主に配信しておりますので、初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回のね、動画で得る内容なんですけども、まあ、Z シリーズ の3種類特徴と仕様を振り返りましょう。えー、Z の新型、いろいろ噂探されているので、まあ、近々出てくる、えー、予想されるところのために、まあ、復習しておきましょうと。と一眼レフと、まあ、ミラーレスの違いっていうものを軽く触れておいて、フルサイズの Z6 や Z7 っていう機種と、まあ、APS-C の、ね、Z50 の画角、隣にね、FX と DX でモデルさんがね、こう髪かき上げてるシーンなんですけど、まあ、これぐらい画角が変わってきますよっていったところのね、お話をしていこうかなと思います。では今回 今回もジマチューブ行ってみましょうはい改めましてジマです今回はですね Z シリーズまあ現状リリースされているものをですね改めて把握しておいて、まあ、近々発表されるであろう新しい Z8、まあ、なのか Z30 なのかっていったところをですね、えー、まあ 待ち構えてておきましょうって言ったところになりますこの、えー、チャンネルではですね、初心者様が、えー、カメラに関する知識なんかで必要となる情報ですね、もうだいたい200本ぐらい動画作っておりますのでね、この動画見終わった後に、見終わった後に、えー、再生リストからね、他の動画もチェックしてもらえたらなと。 思います。では早速、Z シリーズのね、3種類の方をお話していきましょう。もうね、別の動画で結構深く触れているところもあるので、今回はね、さっくりいくんですけども、ニコン初の、まあ、APS-C のミラーレスっていったところで、えー、評判が高い Z50 ですよね、えー。この一番左下になるのかなうん、左下になりますね。Z50 ですね。まあ、マウント部分が不安なんですけども、かなりですね、好評なレンズキットっていったものがあります。このね、今、 実際に Z50 にくっついている、まあ標準の、えー、ズームレンズなんですけども、えー、マウント部分がね、若干プラスチック製で欠けてしまうっていう結構報告が上がってはいるんですけども、えー、ガラスの質といいますか、レンズの質そのものはですね、かなり、えー、キットレンズにしてはいいものなので、まあボケ感といったところを追い求めると、まあこういったね、 例えば F1.8 のような単焦点レンズっていったものの方がまあ有利ではあるんですけども十分スナップなんかでは好評のレンズっていったものになりますのでこの Z50 そのものもいいですしキットレンズもかなり好評っていったところで別の動画で作っているようにランキングカメラでよく売れているランキングのトップ10にも Z50 はニコンのね、まあ、切り込み体調的な位置で結構ずっとランキングに残っているというものになりますねで マウントレンズをお持ちの方、私みたいにね、こういう F マウントのレンズをたくさん持っている方は、Z マウントのレンズは、まあ、正直高かったりとか、F マウントですでに持っているえ焦点距離とか、まあ、開放 FG って、まあ、似通ったねえレンズがある方の場合は F2Z っていうですね、まあ、アダプターをですね、まあ、ニコンさんが純正で出しているので、それをね、まあ、使ってもらえたらなと思いますね。で、真ん中、えニコン初のフルサイズのミラーレスの まあ、Z6 ですね。まあ、Z マウントを改めて揃えるっていったところは正直大変ではあるんですけども、えー、一世代目になりますが、まあ、いろいろ正直気になる点ありますね。まあ、バッファのところであったりとか、XQD カード1枚であったりとか、えー、まあ、シャット 色色あります正直気になるところはただですね、発売から結構経つんですけども、今年には入ってやっとニコンさんが Z シリーズのね、まあ、航続機を出すっていった噂が出てるくらいなので、結構このね、Z6、Z7 しかニコンのフルサイズの、まあ、ミラーレスとしては選択肢がないっていったところは現状あるので、で、Z6 も結構価格帯が落ち着いて、 来ました現状まあだいたい価格ドットコムさんなんかでも20万前後ぐらいで推移しているのでかなりですねまあ航続機が出たタイミングで価格がもうちょっとかくって下がると思うのでまあ狙い目のモデルではあるかなというふうに思いますねで一番最後が、えー、右側ですね Z7 になりますまあ Z6 と ほぼほぼ同時期の発表で、まあ、後々ですね Z7 の方が先にリリースされていて Z6 がねその後追いかけるような形にはなったんですが。 個人的にですね、まあ、よほど強いこだわりがない限りは Z8 とかの航続機っていったものに期待した方がいいんじゃないのかなもしくは D850 とか一眼レフ側の4000万画素レベルっていったものを取れる機種っていったものを狙う方がいいんじゃないのかなとは思います。正直あんまり価格も そこまで安いものではないので、えー、2代目なんかのカメラが出た時に1世代目の現状解消してほしいなっていう弱点なところをですね解消したモデルっていったものを狙う方が賢い買い方になるのかなというふうには感じますねでコスパの面からですねまあ中古のいい一眼レフなんかをまあ狙ってもらう、えー、ニコンのミラーレスでなきゃいけないっていう理由がない限りはですねまあ現状後々出てくるモデルを狙う方 がいいんじゃないのかなとは個人的には思いますねで、噂されている z シリーズの新作ですね、えー、2種類のまあ z マウントミラーレスっていったものが2020年中にまぁ発表されるんじゃないのかなっていう噂が出ています結構いろんなところから、えー 現実味のある、まあ、スペック的なところであったりっていった噂が転がってきているので、まあ、EVF のレスのね、そこの部分がないえベーシックな APS-C の、えー、Z30 っていったものが正直、まあ、楽しみになっている。まあ、もしかしたら Z30 かっこ仮なんでね、もしかしたら違う名前になるかもしれないんですけども、Z50 のこの覗く部分がもうカットされたモデルっていったものが出てくるのかなとで。2020年後半から2021年前半にはですね、まあえー、プロ用のミラーレスとして Z8 っっっってて、まあ、ていいいたたももののがが登場噂されているおそらく Z7 より上のクラスっていったものを出してくるだろうと。で、Z マウントの機種がですね、まあ、今後、どこまで幅広くラインナップを広げていくのかっていったところが結構、まあ、ポイントになってきますね。ニコンさんは Z6、Z7 っていったものをリリースしたときに、おもしかしてミラーレスに舵切るかってなったときにですね、いや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 、 一眼レフ出しますぜっていうことで D780 がドーンと出てきてですねやっぱり一眼レフって言ったところでニコンさんの信頼って言ったものはかなり強いので今後ミラーレスにどれぐらいのパワーと言いますかどれぐらいのペースで新作っていったものが登場していってどれぐらいのラインナップレンズも含めてですねどれぐらい充実していくのかっていったところがポイントになってくるかなと思いますね現状ですねまあコストパフォーマンスの面からいくと Z50 が まあ一番おすすめできるかなと思います。APS-C にはなるんですけども、ニコンのミラーレスっていったモデルではですね、うん、まあ Z50 が一番いいんじゃないのかなと、まあ10万円切るぐらいの価格で、あの、えー、機動力といい、あのスペックといいですね、あの写りといい、全く問題ないと思います。Z6 なんかの XPED の6なんかの像、えー、画像処理エンジンなんかも積んでおりますし、本当に Z6 のいいところを キュッとしたようななイメージになりますので、まあ、そこをねあのフルサイズじゃなきゃいけないって方はちょっと難しいんですけども、まあ、個人的にはミラーレス進めるんだったら Z50 かなとでこれが厳しいんであればアルファの6400とか、まあ、ソニーさんであったりとか、えー、フルサイズのミラーレスが必要なんであれば、えー、キヤノンさんのね、まあ、今後出てくる、まあ、EOS の R の新しいシリーズであったり現状 EOS の R っていったものも出てますし、まあ、ソニーさんのねアルファ73なんかがまあ まあ価格も含めて2年以上前のモデルにはなるんですけども。 まあ、バランスが取れてるんでね。あの辺を狙ってもらえたらな、というふうに感じておりますね。で、Z50 は、えー、現状皆さんがおそらく使っている環境からの移行っていったものは簡単だと思うんですけども、まあ、Z6、Z7 はですね、まあ、XQD カードっていったものがありますし、まあ、Z50 も含めて、まあ、Z マウントっていったところがあるので、えー、レンズのラインナップとかも含めてですね、そこそこ乗り換えるっていったところに、ハードルはあると。 思いますメーカー変えてマウントごとくら替えするかっていうほどではないんですけども若干それに近しい、えー、XQD カードも安くはないですし、まあ、Z マウントの F2Z も買わなくちゃいけないっていったところで、まあ、他社メーカーに乗り換えるほどではないですけど多少のコストは必要っていったところは、えー、覚悟してもらえたらなと 思います次はですね、さらっとミラーレスと、まあ、一眼レフの違いに触れておこうかなと思います。まあ、ミラーレスっていったものはですね、もうシンプルに言ってしまうと、この部分ですよね、一眼レフにあるこのミラーの部分、このミラーの部分がない状態で、ここを覗き込んでもらったら直接センサーが出てくる状態です。で、一眼レフは逆にこのミラーの部分が跳ね上がる状態ですね。このガチャ、ガチャ、ガチャって跳ね上がるのが、まあミラーレスじゃない、一眼レフのタイプになりますね。で 特にあの違いとしてはですねミラーレスの方がこのミラーの部分が省略できるので小型軽量化といったものができますねで一眼レフの方はですね、まあ、メカシャッターっていったところで別のね動画で電子シャッターとメカシャッターの違いっていったところをお話ししてるんですけどもあの結構速い動き 例えば、ま、飛行機とか電車とか野鳥とかですね。そういったものを撮るときには一眼レフの方が向いています。で、ミラーレスの方はですね、別にそういう早いものも撮らないし、えー、ファインダーをね、覗いて絶対撮るっていうような信念もないっていう場合はですね、まあ、ミラーレスの方が、まあ、今この環境で映っているものが、このライブビューのところにも実際映ってしまいますので、そちらの方が、ま、便利だったりもしますね。 こういった形でね、もうこういったところが映ってしまうとね、ミラーレスはそういった方に向いているかなと思います。で、次、Z マウントのお話にちょっと触れておこうかなと思うんですけども、まあ、Z マウントはですね、ショートフランジバックを1 6ミ、mm、リで実現しております。このね、マウントの接触面のところですね。 ここからイメージセンサーまでの距離が16ミリっていうかなりですね、キュッと縮めたようなものになります。フランジバック短くするとですね、カメラボディをまあ小型化できるのももちろんそうですし、カメラのレンズのこのお尻の部分からですね、センサーが近ければ、その分ですね、光を、えー、いい感じでですね、まあ、届けることができます。いい感じというか、まあ、光がね、通ってきて大きくそのまま 届けることができるんで、F0.95 のような明るいレンズの開発が可能になるって言ったところですね。で、マウント計が5 5ミリあります。これもですね、まあ、そ、えー、らくキャノンさんを意識して 1mm だけ大きくしたんやとは思うんですけども、えー、マウント計もかなり大きいですね、えー。この F マウントなんかは、えー、かなりちっちゃいです。まあ、これもね、 白黒時代からあるマウント系なんで、それに比べるとね、やっぱり今の時代で見ると Z マウントってものはかなり大きいですね。まあ5 5ミリっていうものがですね、まあカメラの小型化、ボディのことを考え、かつレンズのことも考えたニコンさんが導き出した現状の最高の値かなと。次はですね、S ライン。まあレンズのですね、 Z マウントによく言われている S ラインシリーズっていったところなんですけども、まあ、ニコン独自のですね、品質管理っていったものを厳格化して、ニコンのレンズのえ Z レンズの中でもですね、さらに高い基準を満たしたものに付けられた称号だと。 いうことになります。なので、S ラインの S はまあ優れたとか特別とか、まあ、スペシャルとかですね、まあ、そういったところです。そのまあスペシャルなレンズなんで S つけてますよっていったところで、えー、隣のね、50mm の F1.8 は S がついてますね、ニッコールの S っていったマークがついています。まあ、こういった、ね、S がついていないレンズもあるんですけども、正直現状の F マウントのレンズなんかに 比べてしまうとやっぱり時代っていったもの技術の差っていったものはあるので Z マウントのレンズの方が比較的映りが鮮明かなというふうに映、まあ、すボディ側が Z6 とか Z50 だったりもするんでそこも関係してくるとは思うんですけども、まあ、S ラインがあろうがなかろうが、まあ、Z マウントのレンズは優れているものですよっていうふうにご認識いただけたらなと思います。 で次はね、フルサイズと APS-C の、まあ、センサーサイズの違いもね、軽く触れておこうかなと思います。え先ほどね、Z50 めっちゃいいですよっていう風に進めたんですけども、この右側のえ DX フォーマットというものになりますね。でカメラにはですね、フルサイズや APS-C、あとはまあマイクロフォーサーズっていったセンサーサイズですね、このえ一眼レフでいうこのレフの奥にある、えー 画角、画面をですね、まあ、切り取る、えーまあ、センサーっていったものがあってですね、そこの、まあ、大きさなんですね。で、これがまあどれぐらいのサイズなんですかっていったところで、FX、まあニコンの場合だったらフルサイズのことは FX っていうので、えー、この左側の方ですね、FXZ6 は フルサイズなので36ミ、mm、リから約まあ24ミ、mm、リの大きさです。で dx の方はですね。それをちょっと若干キュッとしているので、24ミ、mm、リからまあ16ミ、mm、リのものになりますね。で、こういった形でセンサーサイズが違うとですね。写し込める画像の範囲ってものが変わってくるんですね。で、この下の写真のようにですね fx でフルサイズで撮ると大きさ。は、 グレーの部分も含めたサイズになります。で、DX、例えば同じレンズで同じ位置で、モデルさんも同じ場所に立っていて、 Z6 と Z50 で撮影するとこれぐらいの価格が出てきます Z50 だったら DX フォーマットなので結構アップ目黄色の枠の中だけしか撮れないんですね Z6 はフルサイズなのでセンサーがちょっと大きいので若干引いたような形で撮れるのでグレーの部分も含めて撮れるまあトリミング体制なんかを含めたり広角レンズを使う時により広く世界を撮りたいっていった時の場合はフルサイズの方が向いているというところになりますね Z6 と Z7、えー、結構ですね、まあ共通点が多いっていったところで次お話していくんですけども、えー、どちらもですね、フルサイズのまあ FX フォーマットでニコンの ZK マウントを採用している。で、画像処理エンジンはですね、現状、まあ最新の XP e d 6、もしかしたら D780 も XP ード6を積んでいて、そろそろ、まあ、2、3年経つんで XP ード7っていったものが、まあ次のモデル、 もしくは次の上位モデルなんかでま統、あ、一されてると嬉しいかなと思いますね。で、オートフォーカス方式はですね、まあ、ハイブリッドになります。コントラストオートフォーカスと増命操作オートフォーカスです、ね。Z シリーズはですね、こういったところも含めて本当にあのライブビューといいますか、まあ、ミラーレスの撮影の時にですね、フォーカスが合うのが本当に早い。本当に気持ちよくピピって合うようなものになりますね。 でチルト型の、えー、3.2インチの、えー、タッチパネル OK の液晶になります。チルト型なので、この子はね、D の5200なんで、バリアングルって言った形で、モニターがね、こうくるくる回るんですよ。なので、撮る時に、えー ハイアングル、ハイポジションだったとしても、ローポジションだったとしても、モニターをね、くるくるすると結構撮りやすいんです。ただ、チルト型っていうのは、この上下しか変わらないので、ハイポジションで撮るときに、縦で撮るってなったときは、こう覗き込まなくちゃいけないので、チルトはね、その辺が若干弱点かなっていったところが。 ありますね。で、ボディの小型化っていったところで、まあ、XQD カードを、まあシングルスロットで搭載していますと。で、ファインダーがですね、本当に綺麗なんですよ。他の、えー、メーカーさんのミラーレスのカメラで、結構こう、覗いてしまうと、まあなんて言うんかな、酔うような、テレビを見てるような感じ、なんか、 見ながら撮ってるような感じで結構酔う感じがあるんです。光学ファインダーのこの実際の今の世界を、えー、ミラーで映し取って見ているような感じとはまた違うので、そこがですね、また大きな違いとしてありますね。で、次はね、サブモニターが搭載されているっていったところが。 ありますね結構ね、こういったところのモニターがあるモデルないモデルがあるんですけども、Z6、Z7 はですね、ボディそのものを小型化してるんですけども、えー、ミラーはあるものになりますね。で、ボディ内手ブレ補正もあって、えー、大きさはですね、134×100×67 ミ、mm、リぐらいなので、結構小型化です。ただ、他社メーカーさんのミラーレスに比べると、 まあちょっと大きめです。まあ、その代わりね、グリップ感が良かったりもするので、ここはね、私そんなに問題ないかなと思いますね。で、重量は 585g で、えー、バッテリーなんかも含めて675の総重量なので、まあ、一眼レフに比べると軽い。ただ、他社メーカーさんのミラーレスに比べると重いっていったところがありますね。まあ、APS-C の Z50 の違いとか、スペック紹介っていったところはね、えー、別動画でも解説しておりますし、現状の、えー、フルサイズ Z シリーズに対する、まあ、 改善点、えー、求めるポイントっていったところの動画、結構これ辛口でお話しさせていただいているので、こういったね、動画も他に用意しておりますので、この動画を見終わった後にですね、一緒に見ていってもらえたら嬉しく思います。このチャンネルではですね、撮影技術、ビジネス、ライフシーズについて主に配信しておりますので、初めての方、ここまで見てくださった、まだチャンネル登録してない方はですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。またねー。 今回もジマチューブを最後まで見てくださってありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影技術、ビジネス、ライフシットについて主に配信しておりますので、左下のチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。今回の動画以外にもですね、面白い動画たくさん作っておりますので、右下のおすすめ動画の欄からですね、他の動画もぜひチェックしてもらえたらなと思います。今回の動画良かったよって方はですね、ぜひ高評価、グッドボタン押してもらえると嬉しく思います。また次の動画でお会いしましょう。またね